63式走行兵員輸送車。十三式装甲兵員輸送車。WZ-531、U-531 は、中華人民共和国が開発した、走行兵員輸送車である。当初、西側諸国からは、K-36、M1967、M1970 等のコードネームで故障されていた。中国にとって、 ソビエト連邦の技術援助を受けずに独自に設計した初の純国産走行戦闘車両でもある。中国人民解放軍内では1956年より量産の開始された初の国産戦車である59式戦車の部隊配備開始に伴い戦車に追随して気候戦闘が行える走行兵員輸送車に対する要求が強まった。当初はソビエトより 技術供与と部品の提供を受けていたとはいえ、中国独力で59式戦車を生産できるようになっていたことは、純国産の走行戦闘車両の開発も不可能ではないとされ、1958年より開発が始まったのが63式の原型である58式走行兵員輸送車である58式兵員輸送車の試作車は、 正式承認にやや遅れて1959年3月に完成したが、各種試験の結果発揮された性能は要求水準を満たすことができず、開発計画は中断された。これを受けて58式の設計をもとにして改めて開発されたのが63式走行兵員輸送車である。58式走行兵員輸送車の 改良設計型の試作車は1959年11月に完成したが、試験の結果やはり要求水準を満たすことができず、大幅に設計を変更した新型走行兵員輸送車の設計案がまとめられ、さらに生産型は開発中の軽戦車及び水陸両用戦車、あとの62式軽戦車及び63式水陸両用戦車と部品を共通化することが、 求められたため、各部の設計を上記2車種と共通化した最終設計案が完成した。1962年2月には試作車が完成し、試験の結果良好な成績を示し、翌年より1963式離イ式走行輸送車、製品番号 WZ-531、通称63式走行兵員輸送車、 そして中国北方工業講師に多い生産が開始された。63式装甲兵員輸送車は、翌年1964年の大規模演習で諸外国への疲労を兼ねて大々的に運用されたが、その際に発覚した問題点も多く、1965年から改良型の開発が開始された。1966年には、 改良型の試作車が完成し、WZA531 の正式番号が与えられ、63式 A 型走行兵員輸送車と、仮称されて63式に代わって生産が開始された。しかし、直後に中国国内で文化大革命が発生したために、中国軍内での正式承認が遅れ、正式名称が与えられないまま生産と、部隊配備が行われた。結果、 生産が切り替えられて、以後も、正式名称は、六十三式装甲兵員輸送車の、ままであり、書類上で、ウィザマイナス五百三十一として、正式に承認されたのは九百八十五年になってのことである。六十三式の車体構造は、車体全部左側に操縦主席、その後方に一名分の乗員席、乗車戦等分隊式間席、車体全部右側に、 車長席を持ち、中央部に機関室、後部に重手席と天面ハッチを備えた平員室を持つオーソドックスな構造になっている。車体は単純な平面形状の後半の溶接で構成されており、その走行防御力は 7.62mm 弾を防ぐことが可能である 12.7mm に対する防御力はない。また、車体は 水密構造になっており、水上走行能力を備えている。浮き工事には、車体前面に装備されている、ナキリータを立て、キャタピラを駆動させて推進力を得る。天輪は片側4個で、上部支持輪はない。武装は、車体上部に搭載された 12.7mm 重機関銃1丁のみであり、DSHK3080 機関銃の 中国製産版である54式重機槍が搭載されている。車体側面には乗車した兵員が手持ちの自動小銃を使用できる二月の射撃口が設けてあり、射撃口は車体後部の兵員扉にも設置されている。1980年代に入り、中国北方工明公司農院湖では WZ-531 を 海外市場向けに大規模に販売することを計画し、エンジンをドイツ製 BF8 リットル413回空冷、V 型8気筒ディーゼルエンジンに換装、新型無線機を搭載するなどの改良を施した車両を設計し、この設計案は中国軍当局より U-531C の正式番号を与えられた。1981年10月には試作車が完成し、 翌1982年からは生産と輸出が開始されている。U-531C は中国国内では80式装甲兵員輸送車もしくは63式外貌型と呼称された。63式装甲兵員輸送車をベースとした自走砲である70式 122mm 自走榴弾砲 WZ-302 の開発にあたり、 63式のオリジナル車体では 122mm 方の搭載能力が不足したため、天輪を4組から5組に増加させて、車体を延長するなど足回りを中心に設計を変更した試作車が開発され、これは WZB-531 と命名された。WZB-531 は63式の車体延長型としての 新型装甲兵員輸送車として1981年に正式化され、63愛式、63式愛型装甲兵員輸送車の正式名称が与えられた。中華人民共和国政府は1980年代に入って急速に成長した成果を世界に誇示するための機会として1984年の第35回国慶節。 建国三十五周年記念日を重要な国家行事と位置づけ国慶節記念軍事パレードに合わせて新型軍用車両を大規模に公開する計画を立案した。六十三式装甲兵員輸送車もこの計画に向けた新型車両装甲兵員輸送車のベース車両として選定され、そのための改修設計作業が1八十四年一月から開始されて、 開発は特管作業で進められた。63i 式、wzb-531 と63式外貌型、u-531c の開発で得られた成果が合わせて盛り込まれ、同年の8月には、原型試作車が、完成、63e 式、63式、e 型走行兵員輸送車、wz-531g として、式採用され、 予定通り、第35回国慶節の軍事パレードで一般に公開された。63E 式は、部隊配備後に通信装置を新型に換装しており、この車両は、WZ-531 系と命名されている。WZ-531G、WZ-531 系は80式、走行兵員輸送車のさらなる発展型である。 85式、89式走行兵員輸送車、WZ-531 円1、U-531 円1、WZ-534、U-534 のベース車両ともなっている。63式走行兵員輸送車は、各種派生型も含めて、現在でも約2300両以上が配備されている。また、北朝鮮。 の名称で63式をもとにした、車体延長計を開発、アルバニア、コンゴ民主共和国、イラク、大液、スーダン、タンザニア、ベトナム、ジンバブエに輸出され、ベトナム戦争で、当時の北ベトナム人民軍が、中越戦争では、ベトナム人民軍と、中国人民解放軍の双方が使用し、イラクは、イラン・イラク戦争と、湾岸戦争で実戦に投入した。 1989年の天安門事件の際には U-701 式通信車と共に天安門広場に突入してデモ隊を蹴散らしているシーンが TV 映像や報道写真を通じて全世界のマスメディアに流れ同じく無名の反逆者で有名となった59式戦車と共に中国軍の代表的車両として広く知られるものとなった楽しく ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。